日だまり。洗濯洗剤の瓶を自転車のカゴに入れて、スローモーションのようにペダルを漕いでいるおじいさん。生活の何でもない一瞬を一生懸命漕いでいるおじいさん。信じられないくらいゆっくりとした足取りで歩いているおばあさん。それでもいつかはあの家にたどり着くだろう。Thank you.